では2試合目の方を見ていきましょう。さあ今度は入れ替わりまして、ブルーチームがラスカルチェスター、そしてパープルチームがデトネーションフォーカス2となっておりますが、レポルさん、はい、ブルーパープル入れ替わりましたけれども、そうですね。そしてジリアンをまた、そしてナーもまた、はあ、これは先ほども同じ番でしたね、互同いじでしたね。に。そしてここで気になるのはトリスターナを FM がバンするのかどうかですよね。あとマオカイですか、この2ジャンプをバンで対処するのか、それともピックのところで順番で、対処するのか、それとも取らせるのか、そこがちょっと楽しみですね。さあ非常にここ悩んでますね、ラスカルですとか、はい、ナーがバンをされると悩む傾向が少しありますね。さあトリスターのバンします、ラスカルデスターがバンしましたよ。ということはファーストピックで何かしら他に取りたいチャンピオンがいるということなのかもしれないですね。さあこれをさらに受けてやはり悩む、どこが来ますかね。あ、マオカイ、なるほど。今残りの2チャンプどうしますか、アリスターをバンするのか、BC なのか、カジックスなのか、ゼド、どうですか今。非常に強いチャンピオンですね。どういったあたりが、あの本当が小さな変更なんですが、ウルトを使った時に影が相手の後方に出るというところです。なんていうかそこで一つ小さなバフなんですが、それがトッププレイヤーにとってはかなり大きなバフだったみたいで、そのデーニングのいやらしさというのが増したのかなという感じがしますね。さあジグスをラストバンにして、なんとリーシンがノーバンですけれども、ラスカルジェスターはライズを取りに行く動き、またジグスですか。そうですね、バンはあまり動いていませんね。さあ、はい、ライズをピック、これはなぜ。トップレーンで今非常に強いチャンピオンのうちの一人ですね、ライズは。マオカイとアリスターがいなければライズがトップティアというのは確立されていると思いますね。ただアリスターは残ってはいますね。そうですね、ただ先ほどアリスターはサポートで使われてましたから、まあ、両チームともトップでアリスターを使うという考えはもうないのかなという感じはしますね。さあそして凡人選手はひとまずルルを出してはいますが、まあ、チームで少し相談という形で、はい、いや悩んでますね、画面で上でもかなり考え込んでいると。どうしますかね、やはり集中できるこういうブースですから、こういう選手の本当のこう悩んでる顔というのも見れていいですね、はい、いいですね。そしてまあブースで5人で集まってますから、コミュニケーションエラーみたいなことはまず起きないでしょうね。あ、そうですね、はい、そうですね、今これでいいのかという形の表情をしながらリーシンをピックしましたね。しましたね、はい、ルルリーシンを、選んできたのはデテンションフォーカスミ。重要なのはここからになるんですか、それとも今のピックが重要だったんですか。どうですかね、ここでルルオで良かったのかという感じはちょっとしますけどね。先ほど確かにアパメン選手見事なルルを使っていましたが、最近あまり使われてないのには、まあ、やはりそれなりの理由があって、最盛期の頃がかなり弱くなってるんですよね。他にもなんか当てはめられるようなチャンピオンはいるんじゃないかなという感じはしますが、そしてアリスターとルシアン。さあアリスター、ルシアン、このアリスターはサポートでしょうね、もうすでにライズがいますから。今度はただ打って変わってラスカルデスターは、そのロングレンジというよりも中盤に強いルシアンというチャンピオンを一つ取ってきましたけれども、はい、まあ中盤に強いというか常に強いですよね、序盤から中盤から終盤までちょっと卑怯なチャンピオンですが言っちゃいましたね、はい、ただトリスターナと比べると終盤の強さは劣るのかなと、まあ、中盤で強いというのはあながち間違いではないですが、序盤からこう試合を動かしていけるチャンピオンですよね。さあそしてデトネーションフォーカス3は後期をロックして少し悩むと、まあ、サポートですよね。そうですね、サポートナミ、ナミ今ナミかなり評価上がってきているチャンピオンの一つだと思うんですけど、はい、そうですね、その強みって何なんですか。まずレーンが非常に強いと、天敵と言えるサポートの相性はないんですよね。常にレーンで勝てるというチャンピオン、
ですね。そして、まあ、パッシブ の、 あの MS バフが非常に強いですよね。そしてウルなんその後違ってウルトがなくてもスタンを持っているというところで、ウルトがない時間帯でもその少数戦であったり集団戦でしっかりと働けるというのが、まあ、波の強みだと思います。まあ、波を取ったということはボットレーン勝ちたいという意味なんですか。はい、レーニングして勝ちたいという意思の表れだと思いますね。あ、なるほど。さあ 2V にをもう一度受けようという、さあグラフィックがアップデートされて、最近やってない方はわからないかもしれないというか、はい、玉手箱を開けたそんな気分になる、はい、モリアンナを一回見せてから、さあ来ましたね、来ましたね、カルマ。これ多分ミッド運用、これあの実はですね、 LJ リーグのサマーで、はい、あの2シーズン、はい、あー、まあ、正確に言うとサマーのシーズンでアパメン選手へひたすらカーマをバンされ続けたというそういった週がありましたよね。2週にわたってですか、はい、カーマを常にバンされたということがありましたよね。それがついに日の目を見る、あれ確か一度もできなかったんですよね、カーマを。そうなんですよ。ただこれ、あのあれですよね、誰がどこ行ってもおかしくないんですよ。そうなんですよ。ライズがミッドでトップアリスターでサポートカーマというのもありますし、はい、ライズミッドトップカーマサポートアリスターもあります。ミッドアリスターというのもセロス選手一度見せてますから、お返しだとそういう可能性もあるんですよ、ね、かなり因縁ちゃ因縁ですからね、アパメン選手とセロス選手というのは、はい、さあラストピック非常に悩んで取ったのはジェイス。ジェイス、さあこのロールチェンジ非常に重要な意味を含めています。さあこれで、これで多分決まりですよね、でしょうかね。はい、さあどう見ますか、ルームさん。これこの、いやー、まあラスカルデスタの構成的にはトップライズ、ジャーバン、ジャングル、そしてミッドにガーマを置いてルシアン、アリスターという形でボットレーン、はい、そしてデルションオーカスミーではルルをトップに置き、リーシン、ジャングルで、ジェイスが多分ミッドですね。そしてコウキ、ナミでボットレーンを受けるという形ですけれども、はい、そうですね。まあライズというレイトゲームキャリーがいるものの、序盤から中盤にかけて、かなり強い構成なのは RJ、 一方その FM の方も中盤に非常に強いチャンピオンが揃ってますね。ルルとコウキ、特にコウキですね。コウキはレーニングフェーズも強いですし、中盤になるとあのフォークの能力とダメージが、あのミックスダメージがかなり厄介なチャンピオンですから、そういった意味で、FM もミッドレーゲームになんというか力点を置いているのかなと。ただし違うのは、一方 RJ はライズというレイトゲームに強いチャンピオンが一人いるのに対して、うん、FM はそういったチャンピオンはちょっと見受けられないですね。一応ジェイスもレイトゲーム強い部類ではあるんですが、ライズに比べると劣るというところで、 FM は早めに大きな有利を取っておかないと辛いことになるのかなという構成になってますね。そうなった場合、どこからこう有利を作っていくのがこの構成では狙いとしてあるんですかね。 FM はやはりこの攻撃を生かして有利を作っていくのが狙いになると思いますね。ただもうそれを受けるような体制も、ただラスカルスはできているんですよね、はい、そうですね。そうなった時にゲームが動く部分っていうのはどこに注目したらいいんですか。まあ、ジャングラーの動きというのは一つ鍵になってくると思いますね。彼が眼光を成功させるかどうか、そして視界をしっかりと得られるかどうか、このジャーバンとリーシンの序盤の動きが、まあ、その序中盤における優位を築く上で本当に大きな要素になってくると思います。さあそして1戦目と同じようにそうなった場合、リーシン、はい、そして先ほどかなりのキャリーを見せたレイムレン選手はカジックスをやめてジャーバンということ、はい、これカジックスをやめてジャーバンを取ったというのも何か理由があるんですかね。あるんですかね。そのオリアンナを見せてた時に、オリアンナとカジジャーバンであればかなり相性がいいんですよね。突っ込むジャーバンに対してオリアンナがボールをつけて、そこでウルトを発動するというあのシナジーはかなり強力なんですが、一方ジャーバンとカーマというのはシナジーがあるのかどうかちょっとわからないんですよね。まあ、あまり見たことがない組み合わせですから、これ機能するかどうかも、まあ、RJ にとって一つ鍵になるのかなという感じがしますね。まあ、ただずっと見せられなかった、下手したらこれもずっとサマーから温め続けているピックを、はい、
ようやく出してるというような、誰もが忘れた頃にですからね。そうですよね、はい。さあそれに対してデザインしフォーカスミ、はい、まあこうボットレーンで勝ちたいというのもそうですけれども、はい、もう一点何か注意どころとかあるんですかね。やはりジェイスというのは最近使われてきて、みんなかなり注目しているチャンピオンだと思うんですけれども、まあセロス選手であればかなりうまく使いこなせると思うんですが、そのうまく視界を取っていないと、こう殺しに行った時はメレーモードで相手を倒しに行きますよね。その瞬間に視界が取れていなかった場合、横からジャーバンがスッと出てきて殺されてしまうということもあり得るので、しっかりとミッドレーンの周辺の視界を得ていることが、まあ、このチャンピオンを使う上で鍵になってくると思いますね。さあじゃあミッドレーンの視界、はい、ということはまたジャングラー勝負、はい、レインブレイン選手のファンもきっと多いことですよね。おっと、じゃあマッチアップの方ね確認していきたいと思います。はい、さあトップレーンマッチアップということで、ライスシュルルかっこいいですね。いやこれめちゃくちゃかっこよくないですか。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。そしてジャングル、ここ一つ注目なんです、ね。はい、注目ですね。この2人のプレイヤーが序盤をどういう動きをするかで試合が決すると言ってもいいと思います。レイメンとしてアスターロール一つ注目どころ、そしてミッドレーン、もうここがワードが重要な、はい、そうですね。一方カーマの方はあまりワードを必要としてません。殺しに行かなくても、あ、倒しに行かなくてもいいわけですから。なるほど、セロス選手がどれだけ死を切るかというのも一つの注目ですね。さあそしてリキャリー、ここはもうなんていうんですかね、強さが同じというか、はい、そんな印象も受けますが、そうですね。ですのでボットレーンはこのアリスターと波のマッチアップ次第で、まあ、どちらが優位に進めるか変わってくると思いますね。さあ見ていきましょう。 LGL チャンピオン、グランドチャンピオンシップパワードバイロジクールジ第2ゲームですね。はい、見ていきたいと思います。ブルーサイドがラスカルジェスター、パープルサイドがデデネジョン、フォーカスミーとなっております。さあレベル1、特にお互い何もするような様子はないですが、まあお互い広がって、はい、これ最近よくある動きなんですけども、こういった動きって何か理由があるんですかね。そうですね、あのインベード、つまり5人集まって敵のジャングルに入っていく動きをこういった形で広がって各ジャングルの入り口に立たせることによって早めに察知することができるんですね。つまり、こう先ほどの FM はトップの赤バフの方に行ってましたけど、ああいった動きを、まあ、早めに察知することができるということで、それが大きな利点になってますね。いやなんか非常に恋のぼりしますね。恋のぼりしてますね激しいですねそしてまあレーンのスワップをするとしたら RJ 側なんですが、まあ、しなくてもいいという形なので、多分このまま 2-2 でボットレーン当たると思いますね。さあ 2-2 で当たるだろう。これちょっとなんか待っているようなそんな動きですけれども、さあ 1.55 秒、まずはラスカルデスターはここ選手が、おっとこれ、これおっと、まさか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 、ゲーが決まる。いやいきなりダメージ、いやこれレベル1で W を取らせたのは本当に大きいですね。これはちょっと、そうですね、ちょっと不用意でしたか。不用意だったと思いますけど、いや素晴らしい動きですね。これでレベル6までRJ 側がボットレーン優位に進めると思います。レベル6になれば後期はあの長射程のウルトがありますから CS を稼ぐことができますから、まあ問題はなくなるでしょうが、そこまでがかなり辛くなりますね。そしてなんといってもジャーバンがトップサイドのバフから始めてますよね。つまりレベル3でボットに対してガンクという怖さがありますよね。それを利用してボットレーンかなり優位に進めると思いますね。さあまずは一手有利を取ったということですけど、これスワップをするなら RJ だというお話、はい、その心理をついたそんな動きだったんですかね。そうだと思いますね。さあ少し面を食らったのはデートネーション、フォーカスミのボットレーン、そして今いやらしい動きでドラゴンのダメージを受けながらも EQ で入りに行く、ワードはない。ウタプロイル選手、ここ一つ注目どころ、置いた瞬間レイブに仕掛けた、おお、フラッシュアウト大きいですね。波のフラッシュアウトをさせたのは大きいですが、ただその序盤で
あれだけ大きな有利を取ったのにもかかわらず、なんていうかあまりこうハラスに行かないですね、その RJ のコンビは。そのウタプロド選手のヘルスも減ってないですし、マナも減ってないですし、リオシルバ選手のヘルスもマナもあまり減ってないですよね。ちょっともう少し積極的にできる状況だったと思うんですが、少しもったいないような感じがしますね。そうですね、もう CS 的にも、あ、まあ、ポーションの1個差は確かに存在はしますが、ただラスカルデスタはわざとやっているような、そんな、そうですね、今のガンクに合わせるために、まあ、耐えてたという感じはしますね。さあその中、このやはり注目の、どうですか、カウンは LJ リーグでなかなか出なかったというか、むしろアパメン選手のためだけにバンが存在したと言ってもいい。まあ、このチャンピオンの特徴として、そのウェーブのクリアが非常に早いのが特徴ですよね。こういった形で、つまりこう押すこともできるし、押されてもすぐさま対処ができるというのが特徴だと思いますね。ここでどちらに行くのか、こうどん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 押していって敵に CS を落とさせるような動きをするのか、敵のリーシーンを怖がって引き気味でレーニングして、こう殺されるような、あ、倒されるような隙を与えないようなレーニングをするのか、どちらにするのかはちょっと注目ですね。さあミッドレーン、やはり視界の差、そして注目どころというところで、ジャングラーの介入もやはりミッドレーンの視界ではまず一つ重要ですよね。はい、そうですね。そして、まあ、その中、こうリバーを取ったのに対して、はい、ラスカルデスタは少し引き目と。そうですね、引き気味にワードを置くことで敵のワードがこう置かれた場合にすぐさま壊すことができると、つまり相手の視界を奪うことができるんですね。そしてこの周辺、レイスの周辺の視界というのがこのセロス選手にとって重要になってくるので、それを奪うためのいいピンクワードだと思いますね。さあボットレーンに仕掛けていますね。これは視界がないと入りましたね。これは見えていないですよ。見えていないですね。さあこれがフォーカスミ側の視点になりますね。完全に見えていない。さあただ警戒しているような、そんな動きに警戒しているのは、でもアリスターのポジションですね。これはいく、いい、今日当たる、フラッシュに当てた、メインブレインやられたらやり返すが、ここはユタプロイドきっちり。いや今のアリスターの反応が少し遅れましたね。今日味方に今日疲れたという形になってましたね。できればあそこ打ち上げた瞬間にアリスターのノックバックのコンボを与えて、せめてフラッシュを落とさせたかったですね。先ほどの動きはですね、 LJ リーグのサマー戦でサマーシーズンの時に FM がアスタロール選手が王国選手に決めたという、はい、そうですね、トップレーンでイデリアに対して決めてましたね。これある意味あれなんじゃないですか、俺もできるんだぜとなるほどそういうピックなんじゃないですかね。お、リーシーがトップにいますね。ただここはうまくいけませんね。レーンをクリアされて一旦バックという形。さあここまで全くほとんど金額差がないという形なんですけれども、はい、まずはこの展開、どちらがどちらのチームが狙い通りに進めていると言っていいんですかね。まあ、両チームともとりあえず狙い通りですが、まあ、RJ の方は少し狙いを外されているのかなという感じがしますね。2回もボットに眼光したのにもかかわらず、結果は波のフラッシュが落ちただけと、ちょっと成果としては物足りないですよね。一方 FM としてはそれをしっかりとかわすことができて、ファンも負けてないですよね。まあ、若干ですが FM の方が思惑通りに進めているのかなという感じがしますね。さあまずは少し FM がじゃあ思惑通りという形で、はい、問題はドラゴン、やはり注目どころはドラゴンの、そうですね、ところなんですけど、はい、このファーストドラゴン、まあ、まだ早いと思います。10分から12分以降に、まあ、ドラゴンの勝負が始まると思いますね。それまでは、まあ、ファームもしくはガンクを狙ったような動きをすると思いますね。さあ1戦目とは打って変わって、この静かな静かな立ち上がりから、はい、どこで仕掛けてくるのかという形ですね。さあ小郷選手、どんどん凡人に圧力をかけていく、動き始めましたね、両者のサポート。さあ、ね、まずリルベルト動いて、リルシルバーも動く形。もうちょっと出たらレベル6なんですよね。さあ、画面右下、はい、左下のロジクールジー、そしてブイプリガのところにはですね、
たまに選手の顔がひょっこりと出たりひょっこりと消えたり、ね、はい、ただし3分後の世界の選手の顔なんでスキルが起こったところで何をしてるかちょっとわからないでしょ。そうですね、はい、そこだけはねちょっとご了承ください。トッププレーにリーシンが現れました。これを利用してさあ逆サイドに行ってますね、はい、こちらさあここピンクだったので一度壊して仕掛けるのを待つ、レインブレインも仕掛けるのを待つ、お互い両者対面。ただこれでラスカルデスはボットレーン3度目のガンクと、はい、まだトップ狙ってますが今行きました。さあ行きましたね。さあワールドブリンクアウト、キックフラッシュで避けた、ここがナイス反応。これに対して何かしら反応を返したいですね、レインブレイン選手は。これでここにいるだけでは時間を無駄にしたと、何か狙ってはいそうなんですがちょっとできないですね。そうですね、せめてそのカウンタージャングルをするなりもしくは奥深くにワードを置きに行くなりといった動きが必要でしたが、ここではちょっとフラッシュを落とさせたアストロ選手の一人の得みたいな形になってますが、さあ出回しやフラッシュアウト。ここで、ま、トップタワー削られた分はフラッシュを落としたことで返しましたみたいな形ですね。あ、早めに送ってきますね、はい、フォーカスミー。さあまずはトップタワーゲットしてのデザインフォーカスミー。ラスカルデスターは逆にドラゴンを開始しようという立ち位置を取ってはいますが、ベイトというこれはフラッシュがない。ゼロと捕まえた、テレポートでアイテムが放火ってゼロと生き残れるか、カーマーバメいいダメージを出してボンチンが追いつけない。 1V3 の形を取ったのはラスカルデスター、非常にいいが9は外れる。さあフラッシュアウトは無理打ちはしないが、裏ではユタプロイドと捕まっている、エグゾーストを当てて リールベルトいい形で捕まえてはいますが、ヘルスが高い。ここで挟んだら逆にデザインフォーカスミー4分4の形、ここがテレポートがない、ダメージなしでリオンシルバーバーブルが決まる、そのまま追撃。タイタルウェーブは捕まってはいますが無理はしませんね。さあ11交換になるでしょうか。はい、さあまだ集団続けそうです。さあドラゴンズ戦仕掛けていく、アパーメンポークを当てたいがうまく決まらない、逆にユタプロイドのこの後期のウルトが怖い、いいダメージが出る。さあ視界的には両者ともに面白いの視界。さあこれラスカルジェスタの視界、アサロを仕掛けるがここはうまくいかず、さあシールドをかけて、そしてセルス選手が到着しましたね。さあ 5V5 の、いやーただこれまだレインブレイン選手が遠い、 5V4 ポーク、トムロスダメージ、まさにリキピーライフがない。ただアスタロールもライフがないが、ここリオシルバードラゴンの壁をするか、どうなるドラゴン、いやー取ったのオーカスミー、レインブレイスティールは取れず、得意なプレイヤーなんですがここは取れず、いや非常に熱い攻防、両チームとも素晴らしい攻防でしたね。先ほど一番最初に仕掛けた RJ 動き見事でしたが、それに対する反転 FM 本当に素晴らしかったですね。そのこのチームですね、実は僕は過去のデータを調べた結果ですね、はい、シーズンウィンターシーズンでのレインブレイン選手のバロン、はい、ドラゴンスティール率 65% 以上あるんですよかなり高いんです、かなり高いですねと思ったら、アスタロール選手もサマーのアスタロール選手は 70% から 80% 以上の確率でスティールチャンスがあればスティールするプレイヤーなんですよ。僕もその最近そのサマーから解説を始めて、アスタロール選手がスティールしたという場面は本当に目に焼き付いてますね。なのでこのドラゴン、そしてバロンでの集団戦でのこのジャングラーの動き注目していきたいですね。そうですね、ちょっとこう安心できないんですね、互いにさあブルーバフを一度渡すが、ここにアパメフラッシュがないのは分かっているんで攻めたいようですね。どうやらさあそしてワードちょっと視界面見てみましょうか。これが現在ラスカルデスタの視界ですね、はい、どん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 相手のジャングル内に押し込んでディープワード仕掛けていって、いやここもグループアップして仕掛けてきますね。そしてデネションオーカスミの視界、当たりそうで当たらないこのジャングラーの、そうですね、かなり互いに仕掛けに行かないというか慎重なプレーをしているなという感じはしますね。
そうですね。そして面白いのがですね、おっと僕も気づいてしまいましたよ。今ユタ・クロイド選手の装備なんですよ。まさかの仮面ですね。これはまさかの AP 国ですAP 後期ですか。そうなんですね、僕も先ほど気づいたんですけれども、これはまさか。ちょっとステータス見ましょうか。ちょっとこれ皆さん見たいと思うんで、ちょっとステータス確認してみましょう。マジックブレードレーション30、 AD が103ですか、 AP25。 これがミッドレーナーが例えば先ほどのようにルルであったりとかオリアンナであったりとかいったチャンピオンなら、何やってんだろうなという感じはするんですが、ジェイスなんですね。物理ダメージなんですよ。そしてそことバランスを取るためにこういった形で魔法ダメージを増やしたのかなという感じです。ボケてインセケカスタロール、セロスがキャッチして逃がさない。一瞬でロギーさ、ボトルにモールリーベットが仕掛けてレフゾースト、ここにテレポート、コグコグユタプロイドを捕まえた。ラスカルジェスターもチーム力見せていく。さらにリルベルト、だいぶは選択をしない、逆カウンターを取るんですが、ミッドレーンへの CG を選択しているのはデルナジョン・ホーカピン。さあラスカルジェスターも降りますかね。いや折れそうにはない。これは正直言ってラスカルジェスターの方が辛かったなと。1キル取っただけでタワー取れなかったですから、まあ、その1キルした対象がユタプロイド選手ですから、まあ、大きいとは言えるんですが、ただしミッドのファーストタワーを失ってしまいましたよね。こちらの方がより辛いなという感じがしますね。こちらの部分ですね、はい、これを失うというのはどういう意味が、その視界を取られてしまうんですよ、このタワーを失うことで。まずミニオンが押されやすくなると、つまりミニオンが押している状況になるとワード置きやすくなりますよね。 FM は今そのファーストタワーがあった位置にノーマルワードが置かれてましたが、ああいった形で視界を取られてしまうんですね。これは本当に辛いですね。こうなってしまうと、はい、そしてですね、なんといってもそのカーマというのはミニオンの処理能力に非常に長けていましたから、ああいった形でプッシュされてもそのあと1人味方がいれば返せるんですね、跳ね返せるチャンピオンなんですが、先ほどジャーバンが死んでしまったことにより孤立してましたよね。そして3人のプレッシャーを受けていたと。さすがミニオン処理の早いカーマといえども、まあ無理ですよね。ラスカルジェスターの狙いとしては、はい、カーマでプッシュする、もしくはミニオンの処理を素早くして相手のプレッシャーを跳ねのけて他のところで人数差を作って優位を作るというのが狙いだったと思うんですが、これはバレてますよ。ああ無理はしない、はい、人数差をつけて、人数差を他のレーンのところで人数差をつけて、まあ、優位を進めようという感じだったんでしょうか。それがちょっと崩れてしまいましたよね、うん、そしてミッドのファーストタワーが折れてしまったことで FM のセロス選手自由に動けますよね。こういった形でボットにプレッシャーを与えると、ルシアンはそのミニオンの処理が素早いわけではないですから、こういったプレッシャーを受けるとじりじりとタワーのが削られてしまいますよね。ああまるで1試合目の逆のゲームを見ているような、はい、ほんとそんな形ですね。ああ3リコール、そしてその間トップの凡人選手がトップタワーにプレッシャーを与えている、これも大きいですね。そして押し込んでましたからワードを置く余裕があると、そしてトップのジャングルの視界を得ることもできてますよね。FM が本当に有利に進めてますね。さあさらにドラゴンまでも取ろうという展開、ワードを置いてリルベルトは気づきました。そしてライズはテレポートがないです、一方ルルはテレポートがあります、人数差がありますよね。さあここ無理に仕掛けると非常に危ない、ラスカルデスターにとっては非常に危ないことにはなりますが、ただデトネーション側も一度引きますね。テレポートのワードの位置がいい場所がないという判断ですか、これは。いやでもピンクワードがありますから大丈夫だと思いますね。そしてなんていうかトップにプレッシャーを与える環境を作ってからドラゴンを始めようということなのかもしれないですね。アパメおわいやポークが強いですね。いやさあアパメ選手も負けではいないが避けられてしまう。そしてこの間いや RJ もすぐさまミッドのファーストタワーを狙いに行きました。あーリルト仕掛けた、2人打ち上げた、ウルトで展開したがユタプロイで一度バック、リオシルバーをバック、アスタロールも綺麗にバック、そこからタイタルウェイでインプレイ仕掛けたか、4位さすがにメルボンジンテレポートで来て
さあもう一キル取ってから出る上カジそのままリリベルトはウルトが切れた。エルダさんリキビとユタプロイドの1対1の殴り合いか。アパメも援護は来ているローライフですが、さあラスカルジェスターも2キル取り返している。まさに3人行こうか。アパメン強気、いや当たればというシーン。もう一度狙うのか、これがカーモの力なのか。いや狙いに当たる。リキピ選手が球を折りそうですよ。これは折れるの、いや折れますね。さあラスカルジェスター、キル差では譲りましたが、オブジェクトを取り返すことに成功。成功しましたね。これは大きいですね。ただこのドラゴンをまた渡したくないですよね。さあ急いでリールベルス選手は走ってくる。上位仮面にしましたか、ユタプロイド選手。AD を積んでませんね。これはあの解説泣かせというビルドでよろしいんでしょうか。狙いは多分ポークだと思います。先ほどのドラゴンの前の睨み合いの時に、あーポークのウルトのダメージを伸ばしたいというのが狙いだと思いますね。青バフももう渡していますね、完全に。そして睨み合いスタートですね。今回はライズにテレポートがありますから、トップレーンは有利ですね、RJ の方が。さあラスカルでした、広告選手先ほど素晴らしいテレポートを見せている。さあ来た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 、リキピーが裏にいる。さあここフラッシュインで仕掛けたのはリールベルト、そのままウダプロイド捕まったがフラッシュアウト。いやースキルが全てクールダウン。逆にリキピーが狙われるがバブルは1と避ける、ブリンクで避ける。アスタロールも下がりながらリオンシルバとゼロンスでペイチペイチの殴って3-1。さあここでただ1-1交換という形。お互いトップレーナーとADキャリーの交換にはなって、おー、これはリキピー選手初めてじゃないですか、ポジションをミスったのは。初めて当たりましたね。さあお互いのポーク力合戦、どっちが当てるのか、どっちが避けるのか。スキルは反応で避けるものではないと言ってました、ね、予測で避けるものではないと、はい、反応で避けると。ただジェイスのあのポークを反応で避けるのはなかなか難しいのではないでしょうかね。いやお互いドラゴンしませんか、はい。まあ確かに RJ はこれだけ視界の有利を取ってますから。ただトップに向かってるんですよね、リッピー選手が。これはあ、これは取れますが、ちょっともったいないですね。せっかくいい流れを掴んだのに、これトップのタワーとドラゴンの交換は、正直言ってドラゴンの方が生み出すゴールドの量は多いですし、なおかつもうすでに FM はトップのタワー、ファーストタワー、相手のファーストタワー割ってますから、あまりいい交換ではないですね。そのままミッドレーンへのプッシュを選択するのはデネション・カスミ。インナータワーに一気に押し寄せる。さあ指示できるならする。ピンクワードまで足元に置いている。さあリベート少し困ったような形ですが、横からアパーメンのダメージが、ウルトの弾けまでは当たらないですね。たださっきの一瞬で、どうですか、さっきの一瞬で3割2割ぐらい、いやもうできれば FM としてはもう少し削りたかったですが、 RJ も最初の動きはミスりましたが、それに対する反応は素早かったですね。ただしドラゴンを取りましたからね、一応 RJ 側もドラゴンタイムは得ていますが、もったいないですね。デズネーションカスミはちなみにドラゴンやってる最中に、はい、バロンにピングを出してかなり警戒していましたね、バロンを。そうですね、そのポジション RJ の方がポジションは良かったんですよ。ミッドレーンにすぐさま行けるポジション、まあ、そのままミッドレーンを通過してバロンに行くという選択肢もありましたから、 FM はそのポジション最初に取るポジションがあまり良くなくて、ドラゴンボットレーン側でしたよね。そこをもう少し RJ としては睨み合いのところで生かしたかったのかなという感じがしますね。いやグループアップが早い早い早い。さあ凡人が守る裏にはリールベルトが当然入ってくる。凡人それを気づいている。イージーパワー。さあもう一本行くのかが結構注目ですところですが、行きませんね。そしてこれでタワーの状況は同じになりましたね。さあこれを見てリールベルト、ゴクス、アリスター、怖い怖い、ヘッドバットがある。
さあ打ち上がってリキビ反応フラッシュアウトして、ライフは半分フラッシュダウン。ちょっと今リールス選手コンボミスったような、そうですね、少しもう少し多分切るまでいけたのかなという感じの動きでしたが、少しもったいなかったですね。さあレインブレイン隠れてはいますが、バレットはいますね、狙っている。さあボットレーンでマッチ攻防が起こっていますね。この間そのライズもこのタワーを守るのに参加させてしまっているのは少しもったいないのかなという感じがしますね。これはルシアに守るのに参加させてライズをファームさせた方が終盤に向けて FM にとってはかなり怖いことになったと思いますね。あ、少しローテーションがという話ですね。はい、そうですね、 RJ のローテーション、そのチャンピオンのレーンの配置がちょっと良くないのかなと。一方FM はまあ狙い通りフォークで敵のヘルスを削って、そしてタワーの CG を開始するという狙いの動きができてますよね。まあ、確かにライズは序盤そこまで強いチャンピオンではないですけども、はい、中盤から終盤にかけて、はい、そうですね、どんどん強くなるチャンピオンなので、このチャンピオンにお金を取らした方がいい。はい、そうですね、まあ、確かにその RJ のチームの格としてADK のリキピー選手がお金を持った方がいいというのは分かるんですが、チャンピオンの性能的にはルシアンよりもライズの方が終盤は優れているのかなという感じがしますからね。さあそしてマナムネ完成、ビルド注目点何かありますか？いやもうやっぱ右から、はい、右の下から2番目のプレイヤーが、はい、そうですね、もう鬼本ですか、モリロノミコンまで積んでますね、フル AP でございますちょっとこれはこういうビルドはあるんですか？ミッドで攻撃を使うのでやっぱあればあります。はい、ありますが、今回でもボットレーン運用ですよね。そうなんですね、ニューメタと言ってもいいと思いますねあのユタプロイド選手って日本一の AD キャリーだって言われるんですけど、これ AD キャリーなんですか？ AP キャリーです、ね、はい、いやその後期というチャンピオンはリキピー選手も使ったことがあって、ユタプロイド選手も何度か使っていて、その試合が終わった後のダメージディールを見るとリキピー選手は約半分ぐらいがマジックダメージ、つまりスキルショットなんですね。一方ユタプロイド選手は3分の1ぐらいが魔法ダメージなんですね。つまり多くを通常攻撃でダメージを出しているプレイヤーなんですが、なのですが AP 攻撃なんですね。ちょっとびっくりですよねまあ、ジェイスにかなり自信を持っていると言ってもいいんじゃないですかね。ただアパメン選手はもう CS 追いつき始めましたね。序盤 30CS 離れていたのに、はい、一気に追いつきましたね。金額差も2000ゴールド差まで、はい、そして FM かなり早いそのミッドを追ってからボットへというローテーションがあって、そしてドラゴンへというかなりオブジェクトを目指した素早いレーンの移動があったんですが、それが止まってますよね。これはもうラスカルでしたが止めていると、はい、止めていると言っていいと思います。このカーマというチャンピオンのあのポークの能力がかなり厄介なことになってますね。さあまたそのカーマを使うアパメン選手はブルーバフをレンブレン選手から受け取って、そして試合前にも言いましたが、そのチーム全体の賞味期限というか強さのピークが、まあ、いわゆるパワースパイク、パワースパイクですね。 FM はここからどん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 落ちていくんですね。まあ、通常であればですが、その攻撃が AD であればなんですが、 AP なのでちょっとそこがまだ分からないんですけど通常であればここから徐々に落ちていくんですね。一方 RJ はここから伸びていくんです、はい、ライズがいますから。 RJ としては心理的な優位に立ってるんですが、おさあテレポート挟んだラウン FM さあタイタルウェーブで力みを狙いに行く動きだが、これはリールベルト完璧に守った、体で守りきる、そして逃げ切る上ではセロスがアパメをキャッチできない。ラスカルでさ完璧な逃げ、さあお互いテレポート使ってノーリセット、もう一度 5v5 のディナミングが発生しました。ただセロス選手いいダメージを出す、ただドラゴンはスタートできないのがフォーカスミ、殴れない。ただレインブレインはライフが低いぞ、リールベルトなまずは回復しつつフォーク CG にらみ合い、なんとかして当たりたい。リールベルトにイニシエーティブスペースがかかっているが、セロスのフォークが痛い、
アーパーメンも前に出てボークをするが一発シールド塞がれる。どこで当たるのか、どこで当たるのか。リールベル選手フラッシュはあるがウルトはないために出ていけば絶対デッド。裏チーンからここも近いぞ。おー、ステール、レインブレインナイス、ステール。トーカルデマージャ3人囲って完璧なウルトですが、ここはフォーカスミーきっちりグループアップして一気に返していく。ローライフだぞ。お互い残ったのは2時。アバメンシールドがある、ユタボンもローライフ、2-2ですね。2-2。さあ、ただキャリー陣が2人残っているラスカルジェスター、そしてドラゴンを取っているので有利なのはラスカルジェスターになるでしょうか。そうですね、一気にこのグローバルゴールドの差が詰まりましたね。300ゴールド差まで詰まりましたね。見事なスティールでしたね。国国選手のフラッシュですか。あ、リプレイ来るみたいですね。ここですね、このクラッシュ。あ、ゴーストからー、素晴らしいですね。これはちょっとため息が出るような、はい、あの止めてるんですね、リールブレッツ選手が、あのスティールする瞬間に、はい、いや素晴らしい。これですよ、お互いのジャングラーがスティール率が高いとこういうことが起きるんですね。起きるんですね。つまりそのバロンやドラゴンを始める前にしっかりと互いにジャングラーを狙わないとダメですね。狙ってたんですよ、レインブレイン選手半分以下でしたから、はい、でもそのライフの黒い部分の半分は優しさなんで問題ないんですよ青い部分はライフなんですよ、黒い部分は優しさなんで、その優しさが爆発したと、はい、いうことなのかもしれないですねそしてここからまあドラゴンからバロンにフォーカスは移ってくるわけですが、はい、つまりこのトップサイドの視界の奪い合いですよね。トップサイド、確かに今ただレインブレイン選手がもう分かってますね、どこの視界が重要か、はい、そして青バフにも仕掛けていく動き。さあボットレーン、アーボフが湧いている。デトレーションフォーカスミ慌ててグループアップしてボットレーンへ行く形。いやー、ラスカルジェスターはそのまま青バフに仕掛けようという展開。いないことを一度確認しワードをプット、そこにセロス選手がポークを仕掛けますが、リールベルツ選手は体でまたも防いでいる。アパメン選手が全くダメージを食らいませんね、リッピー選手も。そうですね。さあそして今度はタワーではないですが仕掛け、いやいいダメージが出て、レインブレイン前に出るがコエイジが少しついてきててないぞ。広告にポリモーグタイタルウェーバー綺麗に避けるが、レインブレイン、ローライフシールドで助けようとしますがさすがに無理。アスタロール一旦 Q 当ててはいますが、いかないですねこれは。いや、このままバロンにプレッシャーをかけるんじゃないですか。ジャーバンが落ちてますから、そしてヘルス FM はかなり有利ですよね。ミッドレーンのセカンドターンにプレッシャーをかけるか、もしくはバロンか。バロンですね。バロンですね。これでスティールされる心配は大きく減りました。ただしこうバロンを始めるとなるとこのカーマのプレッシャーをもろに受けてしまうんですね、5人全員が。さあただアパーメン選手間に合うのか。バロンのライフは現在そのようになっている。もう5割早い。さあリールベルト追いついた、追いついたがまだ1人では何もできない。さあ後軍もテレポート、ホームガード非常に速い。ボンチェにダメージ出すがポリモーフ。さあ中で集団戦、ただここにジャングラーはいない。取ったのは FM、 バロンゲット。さあただフラッシュがない、中での囲い合い。ナイスキックをしてからのリオシルバー1キル拾う。アパメンフリー、リキビもフリー。フラッシュアウトをしてゼロスフォーム変わってからアスタロールがフォーカスを決め合ってますが、ダブルキル持ってくるわゼロス。ユタポン常にフリー。いやー、お見事ですね。いや、ドラゴンイッターの判断の速さが勝敗を分けたと思いますね。今のところ多くのチームではあそこは迷うと思います。セカンドタワーに行くのか、ミッドのセカンドタワーに行くのか、もしくは帰るのか、帰ってからバロンに行くのか。すぐさまあそこでバロンに行ったあの判断の速さがこの勝利に結びついたと思いますね。いやー、はあ、最速でしたからね。最速でしたからね。これで現在お金差は5000ゴールド差、そしてバロンバフを持ってますからね。
ただ着実に装備を揃えてきているのもまた事実ではありますが、ラスカルでしたが、そうですね、そのライズがまだアークエンジェルスタッフにしてないというのがダメージの面でまだも伸びきってないと、あとはまあなんといってもライズはダメージが出るのにもかかわらず硬いというのが特徴なんですが、その防具がまだ揃いきってないですよね。なるほど、ゴジス確かにスタックはマックス溜まってますからね。溜まってるんですがまだアークエンジェルスタッフにしてないと、そのポークに対して対処するために防具を積んだということだと思うんですが、そのまだ防具も完成形ではないですからまだ辛いなという、あとせめて5分40分になったらようやくライズが強さを発揮するのかなという感じになりますね。そこまでこのバロンバフがある FM にのこのプレッシャーを耐えれるのかどうか、そしてこの攻撃はまだ失速しないのかどうかもちょっと気になりますね。これでもボイドスタッフですよ、マジックペネトレーションガン詰めですよ、ガン詰めなんですよね。もうマックスじゃないですかね、アイテム上では30の 39% ですから、はい、いやでもこっから伸びないのか、ここからもうワンランク上に行くのか、行くのか、例えばここでラバドンデスキャップ帽子を買って伸ばしていくとどれだけダメージが増えるのかというのが全く予測ができないんですよね。これがちょっとこの怖い存在ですね。さあジャングル内に入るのを少し嫌っていたデトネーションフォーカスミーですが、トップへの圧力があったやつを見るや否やパワーシップ開始、はい、ただし問題なのはその通常 CG する AD キャリーが AP キャリーであるですし、そしてジェイスがその通常攻撃の射程特別長いわけではないので、かなりヘルスを減らして敵を下げさせないとたまに CG ができないんですよね。おお、いったいった、裏からリールベルト仕掛けられない、逆にタイタルウェーブレシーズ、あーリールで捕まるとウルトを吐き出す、甘めにダメージが入るのセロスとダメージ出していく。さあここでウトプロイドのウルトで仕掛けは RJ がしたが、うまくしのいだのはゼルジョンカツミ。いや、バロンバフを持ってる相手に仕掛けましたか、ずっと狙ってたんですよね。はい、でも攻めて切れた瞬間でしょうね、ちょっとまださすがにバロンバフを持ってる相手に仕掛けるのはインヒビターが割れてるわけでもないですし、まだ時間的な余裕はあったと思うんですが勝負に出ましたね。さあこれもう一度行きますか。さあバロン切れた、もう一度いった、もう一度いった、もう一度いった、レールベルトダブルヘッドバットから当たらない、当たれない、そしてポークでキャリー陣のヘルスが当たりたい。いや、トッププレイヤーでもミスるんですね WQ は。さあまたピンクワード置いて、さあ広告前に出てキャッチから2回使いましたが、ダブルキュー今度はあったが凡人にダメージは通っていない、リーベルト今度はウルトがない、ビギビー横からダメージは出しますが、決定力の何かが足りない、おお、アパメン選手にも当たってこのライフですよ、セロス選手の EQ ギリギリですね。まあこれで確実に弾は、いや割れないですか、耐えてますね広告選手とビギビー選手。さあこの状況ですね。さあリコール選択ですか、これ FM デネーションコスミーはずっとこれ狙うんですかね。狙うと思いますが、ただそうなるとですね、このライズというチャンピオンに対してどう対処するのかというのが問題になってきますね。先ほどドラゴンの戦の時のようにクラッシュインされて強引にイニシエートされて集団戦が始まった際、どうライズを倒すのかが問題になってくると思いますね。さあ今度の集団戦はラスカルデスタはですね、リールベルト選手以外の全てのサモナーズスペルが上がっているんですね。今までリールベルト選手がこうイニシエートをすごく一人でやろうとやろうという部分があったんですけれども、報告選手が入ってはい、から入ってると非常に決まっているんですよね。そうですよね。そして、まあ、まだジャーバンという存在もいますから、
FM もうここからはチャンピオンの性能的には RJ の方が上なんですが、そのタワーの状況とそして グローバルゴールドの差から見ると、まあ、まだトントンなのかなという感じがしますね。あの分からない部分があれですよね、あのいわゆる AP 工具ですね。そうですね。これが通常の AD 工具であればもう完全に RJ の方が有利と言えるんですが、さあ所持金額このようになっておりますけど、セロフ選手1位です。圧倒的に14,000、はい、そしてリキピー選手がこの状況下でも13,000ですか。さあバロンの睨み合い、仕掛けたスタロール、キャッチしたのはラスカルジェスタ、タイタルウェブ使って、おお逃げ切る、イグナイトやフラッシュに出ました、レイブルきっちり仕留め切る。さあここでユタプロにいいダメージが出る、ただキャリージに突っ込みすぎたラスカルジェスタ、リキビナイス反応、フラッシュアウトからの1キル拾い返す、当たれば強い。今度は逆にバロンを仕掛けるのはラスカルジェスタになるでしょうか。そうですね、そのスティールがうまいアスタルール選手がいないですから、これ面白いですよ。これセロス選手のポークに注意しつつ、あ裏から行ってますね、リールベルト、リールベルト、セロスを封じに行く、凡人がテレポートで飛んできている、4人でドラゴンバロンをやっているが、あとダブル Q またミスったか、少し調子が悪いか。さあバロンを取ることには成功しましたが、3人で逃げ切れるのか、ここが足が速いぞ、速いぞ、まだ追いかけるか、いやさすがに無理はしない、ただしバロンを取りましたね。そしてここからは RJ が主導権を握るような展開になってきますね。ここで RJ としては、まあ、その強さを生かして どのレーン、どこかのレーンのインヒビターまで割りたいところですね。そうすると本当に完全に主導権を握ったといえ展開になると思います。さあどこを狙いに行くのか、どこ狙いに行くべきですか。まあ、やはりミッドレーンですよね。ミッドレーン、はい、ミッドレーンの球を取りに、そのなんといっても他のサイドレーンだとレーン間のタワー間の距離が長いので、こうだいぶしづらいんですよね。敵の避ける空間が非常に広いので、一方ミッドレーンは空間が狭いので、ダイブした際に、まあ、倒せる確率が非常に高いということで、ダイブを視野に入れたミッドレーンへのプレッシャーというのが、まあ、RJ は次の動きになってくると思いますね。まあ、なんといってもリールベルトといいますからね、ハリスターズ、ね、はい、ただ先ほどから何度も WQ がちょっと成功してないのが気にかかるところではありますよね。まあ、一つ東京ゲームショーでプレーするというのも選手にとってはすごいことですから、はい、そうですね、こういった形でプレッシャーをかけて、まずは1本、はい、まずは1本、ここまでは予定通りですね。ここからですね、あのフォークとフォークから来るウェーブクリア能力の高さに対してどう対処するのか。ああ、いやバロンを持ってるとはいえさすがに、よスリーゲージぐらい削れますか。そしてこの装備デスパイアグラスプに行きますか。ユタフロイト選手帽子ではなくクールダウン重視、なおかつアクティブもこれ使う気満々でしょう。満々でしょうね。さあ一つ注目どころ、ここでラスカルデスターが1本でも折れれば非常に有利なんですが、ただこの構成を折るのは真正面からはやはりなかなか難しい。難しいですね。先ほど、セカンドタワーを折るときに誰か一人でも倒しに行きたかったですよね。さあ折りに行くのがラスカルデスター、捕まえた広告前に出たがアスタロール隕石キック狙うというところですが、ここは無理はできない。もう一度バック、さあ何度かお見合いをするような形を続いていますが、さすがに無理と判断はしませんか。ボットレーンが押されるのを待ってますね。押されるという押し上げるのを待ってますね。ここのタイミングでどちらボットレーンにスイッチするか、それとも打つ仕掛けていったのはリールベルト、ダブルキル、セロトに張り付くが、さすがに一人で前に出すぎたが硬い、
なんというかのさ、その間に後ろでも3分4、いや4分4の展開、レイングレイン生き残るか、いやさすがにボンティンが使う。さあ、ミトプロイドフリーだがダブルでブリンク、もうここでアメーが出していくのはデデネジョン・オカツミ、アバメ一緒で逃げ切るか、フラッシングから9は避ける、さらに9で当ててスローガッツになってるが、セロスの足が速い、全体的に足が速いのはデデネジョン・オカツミが、アバメのシールドをつけて殴り合う、なんというチェイス、長い、そしてリキビーにフォーカスを変える、さあ、一瞬でだね。4キルゲット一気に逆転、アパメン選手がバレるかバレるかなんというチェイス、素晴らしいチェイスでしたね。カウンター見事でしたね。いやちょっと RJ せっかくボットレーン押し上げたのを使わずに行きましたね。その判断が、まあ、結果的に京都出てしまったという形ですが、確かにいつかは仕掛けに行かなければならなかったですが、少し焦ったような結果になったんですかね。そうですね、僕としては少し焦ったのかなという感じはしましたね。いやでもこれぞグランドファイナルというそんなゲームを、そうですね、見せてくれていますね。さあもう現在45分をそろそろこのゲームが始まって経過しようとしていますが、皆さん足は大丈夫でしょうかちょっと金額見てみましょうかね、はい、16,000そろそろ到達しそうなのがセロス選手、リキビ選手ですね。次にお金を稼いでいるのがアパメン選手、そしてタプロイル選手かと思いきや、なんとボンジン選手がもう15,000に到達そうと、まあ、かなりそのテレポートがある分トップレーンで孤立してファームしてるという時間も多かったですからね。そして広告選手は13,600ということで、やはりまだ涙をいかないですね。いかないですね。防具をかなり優先して短距離に、動いている。ここが完成すればこれライズ狙われてますね。さあ動いている、動いている。ああでも気づきますね、ワードがかなりありますので入ってくる、こちらの動きで見えてますね、はい、さあほぼビルフルビルドに近づこうというところ。ボットレーンを追ってタワーサーが5と7とかで、デデンフォーカスミが 2本差で有利を取っていると。いや砂時計にしてますねただコーデックスもう1枚買ってますよ。はい、そうなんですよ。これは行くんじゃないですか、さすがにこれは行くんじゃないですかね、はい、デスガイア。まあ、これミッドレーンのスーパーミニオンが湧いてますから FM の方が有利ですよね。さあそれを今処理に DPP 選手が向かいましたね。こちら DPP 選手向かって、さあこのタワーをただやはり殴れない、タワーをデフォルトアタックしに行く力はデスネスフォンカスにあまりないようですね。そうですね、仕掛けて仕掛けて、じわ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 と、なんか爆発デトネーション、まさに爆発なんですけれども、はい、爆発させそうでさせない、なんかそんないやらしい、そうですね、でも華麗な、なんかそんな CG を繰り広げていますね、はい、まあ仕掛けた、ウルト Q 掴んでアスタロールを掴んだが、これただリーシンなんだ、それはリーシンなんだ。リーインプレインセロスは囲んだが、ここもタイタルリリューシルバがきっちりカバー、ラスカルテストもキャリーでいったバックする、アパメンをこれはフォーカスしますが、リーベルトもここはきっちりカバー。さあここがフリーに動いてますが、力み GA がある、 GA がある、足りないか、足りない、フラッシング足りない、オーケンゾーニャー、ボンディンキルゲット。さあここにもう一度レイブレイン前に出ますが、ここ EQ 避けている、後ろに行ったリーリベルトが完全に孤立してアスタロールコッキリ拾えるか。さあその前ではデジションオカツミが倒したあとアスタロールスキル拾って、レイブレインどうする、リキビを狙う、もうユタプロールスキル拾う、さあ EQ で倒したスキル拾い返したアッパーメン、どうするか。いやー両者ともにお互い力いいフォームを生かしている、ただその間にネクサスタワーが折れた、折れた、まさかのベケが、エクスベケがあるのか、いやないのか、インヒビターが湧いてます、インヒビターが湧いている、湧いている、急いで割っているが間に合わない。
やー、なんというお互い両者ともに一歩も譲らない。さあ追撃して、まだ追撃する。アパメンいけると判断してるか。あ、いやさすがに無理。おっ、大変失礼いたしました。いやー、今のところまあでもどうですか。ゾニャが行きましたね。いやゾニャ買ってますよって言ってたその数秒後にゾニャちょっとGA よりゾーニャなんですよ、AD キャリーは。そういうことなのかもしれないですね。ただワン、まだ全然チャンスは、はい、このバロンをもぎ取ればラスカルジェスターは。そしてライズが完成しましたね。あ、しましたね。さあ、仕掛けてレインプレイ、まずはスタート。セロスがかなり遅れている。グループアップ先にしたのはラスカルジェスター。裏でガン、まずはワードの視界を取っているが、ここのバロンしてる。アスタロールどうなる、狙ってる狙ってる、どうなる。いやー、レインブレイクは守りきれ。キックでここの外に出しますが、ゴーブイも出ます。レカゴンってここもゾーニャ。さあラスカルジェスター、グループアップができない、バラバラになってしまった。ボンジンを狙う、レインブレイクを狙いに行くのウタプロイド。前に出てアスタロールトロカーバスがシールド。尋常じゃない量だ。まだゴーブイも続いていますが、ゼロス1キロ拾って、ゴーブイさん逃げて、アパメンはチェイス。ゼロスを追いかける、ここどうなる、拾えるか重要なシーンだが、こちらでもキルが起こった。ゼロスは拾って4キルゲット。オーガスミー、まさかのまさかの、これネクサスアリエル。1分間湧かないチャンピオンが、味方が生き返らない。守るのはレインブレインのみ。ネクサス前、残り1本、レインブレイン必死に守るがポリモフ1対4、守ることできない。ウタプロイドか AD がない中、ちもちものネクサス守って勝った。